川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、今日は第225回、お届けしたいと思います。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回4回シリーズをお届けしてきました、オンライン公開収録シリーズですが、今回もラスト、ご参加者の方から、ご質問いただきたいと思います。最後、FK さんですね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあせっかくなんで先生にどう、はい、質問あると言って何なんですけど、本当に実は私なくて、ただ先々週ですかね、この山根さんとお話しされてた10年単位で見るとすごく物事がよくわかるっていう話、すごく私も実感してまして。FK さん、すいません、はい、申し訳ない、途中でもうちょっとだけ前に来ていただくか、はい、気持ち、はい、声がもうちょい大きく、すいません、はい、はい、先生、10年後のお話をこの前されてたのがすごく印象に残りまして、先生その時は食べ物のお話を気にされてたんですけれども、はいはい、まあ別に予測とか予想っていうんではないんですけれども、先生の考える10年後みたいなのをちょっと教えていただければありがたいんですけれども、ちょっと難しいでしょうか。僕の考える10年後はもう僕いないかもからんだまあ世界とか日本も変わってるのかなっていう気がするんですけれども、でもまあこのもう時代の流れとしては、このコロナっていうのは大きな事件ですね。ゴロンと時代を、思想、考え方と人の生き方と、あれを変えた、変えたと、あとの歴史上は、もしも人類が残っていて、歴史というものが綴られるならば、おそらく言うでしょうね。このコロナで時代がゴロンと大きく動いたといいますか、別の方向に行った。ただ、さっき言ったように、やっぱり食べ物とか健康とか生きるということに対して、すごく考え方が進化したという時代と言われると思うんですね。一つは殺すことをすごく嫌がる人たちが増えていくと思うんですね。動物にしても、から自然界の、いろんな動物、絶滅する植物とかが増えてきてくるからですね。だから、世界、人間を取り巻いている環境が今すごく悪化してるって言いますかね。そういう中にあって、命あるものをむやみに、奪うというのを嫌がる人間が、嫌がる人類、人たちが、若い人たちが主流になっていくのではないかなと思うんですね。それともう一つは、逆に、支配的に生きていこうとする人たちもいるわけですね。だからそういう人たちが結局昔のなんか支配欲と言いますかね。だから、国の拡大とか自分の名前を挙げたいとかいうところに取られてくる人たちがいて、戦争っていう戦争や紛争が増えていってるのも事実ですね。だからよく大きく見ると面白いんですけども。そういう食べ物や健康や愛という方向に行くのは、ほとんど女性がほとんどなんですよね。男はやっぱり暴力的に相手を支配したいし、怒って、抑圧して、勢力を広げたいってやってるのは、ほとんどは男なんですね。だからまだ今世の中は男が勢力を握っている国とか民族がいっぱいいるわけですけども、10年後に、日本もそうですけど、女性が閣僚になったり、政治家になったりしていると、その国は戦わないという方向に平和、そういう女性が多いところはそういうふうに戦わない、平和的に生きていこう、生きていく国にしようとするでしょうけども、逆にまだ男は男の割にしがみついて、暴力的に生きて、支配していこうという国も半分ぐらいあるわけですね。だから10年後は多分その2つに分かれてると思いますね。女性閣僚、女性政治とか女性が活躍しているところは、ちょっとかっこいい言葉で言えば愛のに満ちた国にしていこうと思うんですけれども、そうではなくて男性が支配しているところはやっぱり戦いと、
人類の上下ヒエラルキーをこう破棄させて、軍隊とか暴力とか支配とか拡大とか力ずくでも奪っていくとかいう、その2つの国に分かれているんではないでしょうかね。だからまあ4年後はその辺がちょっと暴力的な人の方のがこう声が大きい人の方が強いからですね、うん、だからちょっと心配ですね、そういう面では。 でもやっぱ面白いことに、昔からこういう言葉があるのをご存知だと思うんですね。ケイさんもよく知ってると思いますけど、天網恢恢、損にして漏らさずっていう言葉があるんですね。まあ、天の目っていうか、裁きっていうのは、やっぱりあるんですよね。やっぱり行き過ぎたら必ず、特にこう、苦しみと罰と崩壊っていうのが待ってるんですね。だから、行き過ぎた王様っていうか、いつもそういう人たちは最後は必ず崩壊していくんですね。国もですね。国も最初のうちが国が大きくなるのは、なんか大抵はこう、人々のため、国のため、人民のためにあって、いい王様が出た、いい支配者が出たときは、その国は栄えていくんですよ。で、その制度が落ち着いてくると、こう、だれてきて、最後の方は、やっぱり、なんかそれを自分の個人的な欲望や支配や、から破壊の方向に持ってきた人が出てきたときに、その国家はずっと滅びてるんですね。うん、西洋のヨーロッパ、西洋を見ても、日本を見ても、どこの世界中の国を見ても、大きく栄えた国で、最後壊れるときは、やっぱりこう、秩序、個人的な人を苦しめることに、支配することに徹底した人がなったときには、その国は崩壊していくんですね。特に必ず苦しみと、人々の悲しみと、こう、阿鼻叫喚と、殺された人たちの悲鳴というのが渦巻いている。時はその国家が崩壊していくんですよね。ですから、まあ今もその時代にちょっと来てるのかなと思いますね。まあ、この70年間は、まあまあ人類は大きな戦争、紛争はしてこなかったんですけども、これから世界的な規模で、もしも紛争とあれが来るときに、道を外した国家や道を外した国は、最初は勢いがあるでしょうけれども、必ず天の目っていう裁きというか苦しみとか内部崩壊すると思いますね。人をいじめて苦しめて殺した人たちが、なんか快楽にはつながらないんですね。やっぱりこう、どっかでこう、こんなことしてはいけないのではないかっていう、こう、ね、良心というのは必ずって、顔が爽やかじゃないですもんね。まあ、権力的な人、人を殺す人、苦しむ人、それから威張る人は、顔がそう傲慢で、体がこいでて、とか、歪みがありますもんね。政治家でも、まあ、普通の人でもそうなんですけども。でもやっぱり、人のために生きてて、爽やかで、人の愛を感じて生きていこうという人たちの、顔や姿は、すごく美しいですよね。神様はやっぱ、上手に作ってますよね、こう。だからやっぱり、きっちん、そういう、ね、平和と愛と、人の喜びに生きてる人たちは、姿も美しいし、顔も美しいし、瞳も澄んでるし、声も綺麗ですよね。でもやっぱり、人を支配して、人の恐怖と恐れと、なんか拡大、それを乗り越えて生きていこうとすると、暴力的に生きていこうとする人は、どうしても顔が膨れて、で、食べ物も、油物を欲しがってくるから、肥えてくるし、すごく、傲慢な顔になっていくっていう、まあ、それは分かるね。と同じように、天の目の裁きっていうのは、行き過ぎたら必ず、特になんか、苦しみと崩壊を用意してやるんですよね。だから、過去の歴史見てみると、まあ、分かりますね。世界史なんか見てみて、よく調べてると、まあ、日本を含めて、行き過ぎた政治や、行き過ぎた、なんか、やった人は、ほとんど悲惨な、死に方をしてますよね。で、その間に巻き込まれる人たちがたくさんあるからですね。まあ、そちらの方が心配なんですけども。だから、4年後はおそらく、どちらかだと思うんですけど、その後はなんか、逆に、その後はまた、いい、少し女性が活躍する愛に満ちた、生き方を選ぼうとする国、時代に入るんではないでしょうかね。うん。
一度なんかこう暴力だかと悲惨なあれが世界中に広まらないと収まらないような雰囲気もありますね。ちょっとね、話いいけれども。でそれを 見る、起きる前に死にたいですね。もう見たくない、ね。経験したくない。という思います。K さんはどう思いますか？ ありがとうございます。そうですね。本当に先生のおっしゃってること、よくわかりますし、そうすると先生、今ってやっぱり先々週は明治維新とかに触れられましたし、今も先々週は明治維新とか触れられてましたし、はいはい、今もまたその戦前から戦後みたいなことをおっしゃってましたけども、今ってやっぱりそれだけ大きなこう時代の変化の時なんでしょうかね。やはりそうですね。そういう時にやっぱコロナみたいな疫病とか大きな事件が世界中に共通の事件が起きるんですよね。で、それで時代を揺り動かしていくんでしょうね。面白いぐらい、なんか、時代が変わったり、国が変わったり、その、今まで繁栄してた国が落ちぶれた時には、必ず疫病か大事件が起きてますね。なんか、その、戦争ではなくてね、別ななんか人類にとっての苦難の出来事が起きてますね。うん、火山とかね、地球異変とか、そういう感じ、もしくはこういう疫病とか、だからそれがきっかけとなるから、今回のコロナは、まあ、10年後見てみたら大きなあれがきっかけだって、火種だったんだなっていうことがわかると思いますね。だから私はもうそういう目で見てますね。時代の流れで、こうやって火種が今引かれたんだなっていう、コロナという火種が引かれたなって感じ。だから、大きく変わるでしょうね。人々の意識と生き方と。まあさっき、ずっと山根さんっていう方にお話ししたんだけど、食べ物もそういうふうにこう、争いの多い、争いを好む人たちの食べ物ではなくて、健康で長生きで穏やかに生きていけるという人たちの思考の方の食べ物になっていくのではないかなっていう。まあ、神の意図する世界はそこだとは思うんですけれども、うん、少しずつ行ったり来たり行ったり来たりしながら、ある方向に導かれてるような感じがしますね。Kさんはどう思いますか？今こう起きてること、2つに分かれてると思うんですね。はい、そう思います、私も。ありがとうございます、先生。だから、まあ、私みたいな50を過ぎた人間はもちろん。50過ぎたんですか？というか、もう60も近いんですけれども、そういう人間。もうですね、そういう大変な時代っていうか、そういう、まあ、これから変わっていく時代に生きてるんだっていうことをしっかり自覚して、これからも生きていこうと思います。ありがとうございます。すごい、今ちょうど僕らはその一つの見識というか、大人としての経験と見識と、はい、なんか知性というものを備えて、時代の変革の割れ目みたいな、裂け目みたいなところにいるということに、見れる、体験できるということが素晴らしいと思いますね。そうですね。本当に大変な時代ですけど、こういう時代に生まれ合わせたってことは、すごい、ありがたいっていうか、面白いというか、それは時代の割れ目に立ってると思いますね、こう、割れ目みたいな。はい、でそれを見てる。で、それは我々幼いとか老人ではなく、ちょうど、知性ある人間として、大人としてこの立ち会ってるという感覚が、私はそういう感覚で見てますね。だから、どっちも同調するのではなくて、この時代をちょっときちんと判断してみようっていうか、大人の目線って言いますかね。なかなか例えば、まあ、コロナで皆さん自覚されたことが、自覚されるようになったことは大きいとは思うんですけども、もしコロナがなかったら、そのなんかこのままずるずる言ってたっていうような気もなんとなくするんですね。だから、まあ、先生がそういう時代の変化の時なんだっておっしゃってくださるのはすごいありがたいし、まあまだ気づいてない方がいらっしゃったら、先生の方から伝えていただければありがたいなとは私は思うんですけれども。なんかね、20年前からも谷口君には言ってたんですね。疫病が来るよ来るよっていうか、特に老人と子供とか、なんかそういう人たち
時代の変わり目に疫病が来るよ来るよって言ってたんですね。これ20年前くらいか。で、私は途中で忘れてしまったんですね。平和ボケしてたけども。で、この後は谷内くんからっていう人が、先生20年前に言ってましたよね。やっぱやってきましたね。ってなって、改めて思い出したんだけど、あ、そうだ。私たちは今時代の裂け目、あれの変換の時期に立ち会ってるんだなっていう感じですね。だから、Kさんも、これ、そういう意識を持って、この時代に立ち会ってみてください。我々は今、時代の裂け目にいるんじゃないですかね。コロナが作った。うん。なんかた、そういう目では山根さんっていう人たちも、お店の傾向も変わってくると思いますね。どういうものを出したらいいのかっていうことに気がついた人とは、あちらちは、まあ、いい言葉かわかりませんけど、生き残ることはできるけども、そうではなくて、やっぱり、そこに目覚めがない人たちは、どうしても、苦しんで、なぜ、俺たちが苦しまないといけないんだとかいうような、なんか、そういう嘆き、努力のない嘆き、気づかないで、被害者としての嘆きの中で、こう、時代に巻き込まれていくかもわかりませんね。だから、ちゃんとこう目線を持って、この時代はある方向を示してるんだということに気がついて、そちらの時代をもっと良くする方向に自分は身を投げるという意識を持って生きていくといいと思いますね。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。まさに先生覚えてらっしゃるかわかんないですけど、ちょうどコロナがまあ去年ですよね。で、一昨年のどこか夏か年末か忘れちゃいましたけど、ね、この番組のサポーターの方向けに音声を毎月撮ってるじゃないですか。はい。その時のご講話でですね、ちょっとテーマが何だったかすいません、すぐ出てこないんですけど、先生がおっしゃってたことがすごい今思い出されて、なんかこの先、どっかでまあ本当に何千年か何百年か忘れちゃいましたけど、なんか規模で一回起こるかのようなことが本当そろそろ起きるんじゃないかって、大きく変わることがっていうのを2019年の時に言って、おっしゃってたんですよね。だからそれが、まあ本当に先生はね、ご自身では謙遜されると思いますけど、なんかもう、予言というよりも普通に見えてるような感じで穏やかにおっしゃってて、まあ次の年にコロナだったので、なんか先生やっぱりそういうのなんかわかるんですかね。予言というか、まあさっきのね、その谷口さんにも昔からおっしゃってたっておっしゃってましたけど。なんか少し上から見ることができるようになればみんなわかるじゃないですか。僕だけじゃなくて。その中に巻き込まれて少しこうね、都会から離れたり、瞑想したり、から、そういう商売のアクセスする世界からちょっと身を遠ざけると、なんか直感というか、こう神の示す道とかいうものが分かってくるんじゃないですかね。だから僕みたいな、こう、人間も必要なんじゃないですかね、そういう意味では。いやいや、すごいなと思って。いや、でも先生最後に逆におっしゃったようにね、まあ、僕なんか本当にまだまだですけど、先生が今おっしゃったように、まあ、先生はま、やっぱり特にだと思いますけど、さすがにこのコロナに関しては、コロナっていう形ではわかんなかったですけど、やっぱりなんかどうでしょう、皆さん聞いてる方、今日参加してくださってる方もそうですけど、やっぱりこの2017、8、9ぐらいから、そろそろなんか起きるぞみたいな、皆さんなんかいろんな角度から、いろんな形から、やっぱりなんか少なくとも僕の周りでは、まあ、指揮者の方も含めて何かを言ってたので、なんかね、常々天の目とかお天道様、第三、サードマンの話もありましたけど、それと直接関係ないかもしれないですけど、なんかやっぱり人間って大きく時代が動くときとか、なんかそれって、なんか体感わかるんですね。天の声というか、ね、体的に。動物たちが地震を察知するように、なんかそういう兆しをわかるんじゃないですかね。こう鋭い人たちはね、動物たちは地震の起きる前に、地震のことを予知しますよね。それと同じように、こう、時代のなんかおかしなものの空気っていうのは、まあ、感じる人たちもたくさんいるんではないですかね。で、感じない人たちは、やっぱ暴力と、なんか、はい、人間の力の、なんか、支配力っていうものに頼って、自分の、こう、欲を果たそうとしている人たちもたくさんいるからですね。でもいつの時代も、まあ、その二つには分かれるとは思うんですけど。今、もらった本で、この本が面白かったので、裏ですね。せっかくだから。はい。コロナが教えてくれた大悪党。まあ、信じる信じないは別に
って、おお、なるほど、そういう見方もあるなっていうのも、こう時代という、これも面白いですね。これも K さんが紹介してくれて、やっぱ、これは絶対読んどった方がいいというのは、このあの命の、あのまあ、これたくさんの人は読んでると思うんですね。命懸けの、証言っていう本。この2つは、まあ、ちょっと、ちょっと知っておいた方がいいです。あの時代の裂け目に出てきた本だと思うんですけども、ね。今の話と関連して読むといいかもしれないですね。そうですね。人類というかね。それとこれは人長毛ですから、ね、すごく匂いいいので、マスクの下に入れておくと、ね。あ、いいですね。すごく香りが良くて、こんなになっちゃった。最後にまたそんなお話もありがとうございます。ここですね、はい、ということで、ご質問者のケイさんもありがとうございました。ここまで4回にわたってお届けしてきました第2回、オンライン公開収録いかがだったでしょうか。次回もね、まだ日程決まってないですが、そのうち番組内でもご案内できると思いますので、よろしければ、ご参加してみてください。そして、番組では引き続き皆様からのご質問、ご感想を募集しております。詳しくは北川先生の、ホームページ、もしくはメールアドレス、北川アットマーク AIQ.EAS.JP までお寄せください。さあ、そして、月末ですね、4月、今日は27日の予定です。いつも皆様、サポーターの方からも、ご支援いただいてありがとうございます。毎月、先生の特別講話を、サポーターの方に音声でお届けしていますが、4月はですね、天の目を意識せよ。というお話を先生にいただいてますので、そちらももう間もなくお届けできると思いますので、よろしければ聞いてみていただけたら嬉しいなと思います。ということで、この番組 YouTube でご覧になっている方はチャンネル登録を、Podcast で気になっている方は定期登録ボタンを押していただけると最新情報が入ってくると思いますので、ぜひチェックしてください。ということで、今日は第225回でした。北川先生、そして問題公開収録参加者の皆様もどうもありがとうございました。ありがとうございました。